山崎大輔は、日本の社会起業家であり、株式会社マザーハウス代表取締役副社長。マザーハウスカレッジ主催。東京都出身。1980年東京生まれ。高校時代は、物理学者を目指していたが、幼少期の記者への夢を捨てられず、慶応義塾大学総合政策学部に進学。大学在学中に、ベトナムで、 ストリート・チルドレンのドキュメンタリーを撮影したことをきっかけに途上国の貧困、開発問題に興味を持ち始める。2003年3月大学卒業後、ゴールドマン・サックス証券でエコノミストとして日本及びアジア経済の分析、調査、研究や各投資家への金融商品の提案を行う。2006年、山口恵里子と共に 途上国から世界に通用するブランドを作るを理念とする株式会社マザーハウスを立ち上げ2007年から取締役副社長として本格的に経営に参画する2019年3月より同社代表取締役副社長に年間の半分は途上国を中心に海外を飛び回りマーケティング生産量サイドを管理しているまたワームハート クールヘッドこの二つを両立しながら、社会を変革していくために、挑戦を続けている方々をゲストに招き、対談を通じて、現在の挑戦につながるきっかけや、結果を生み出すための戦略、思考を議論する、場、マザーハウスカレッジや、同じテーマで経営者向け経営ゼミなども、代表として運営。その他にも、ブランドコンサルティングファームである、 株式会社家の社外取締役や日本ブラインドサッカー協会のガイブリージュなども務める。山口エリコは慶応義塾大学の竹中平蔵ゼミで知り合った後輩にあたる。ありがとうございます。